ン、p r c 1 1 9代表的なシンスガーズ対応戦術無線機である。シンスガーズはアメリカ陸軍海兵隊の軍用無線機のシステムアーキテクチャ。ミル規格においてミル STD-188 から241から1-2として規定されている。1970年代アメリカ陸軍の航空機、地上部隊においては 下記のような戦術無線機が使用されていた。これらはいずれも周波数はロー VHF 変調方式は周波数変調方式を採用しており、相互に更新することはできたが、異なる設計に基づいていたことから、相互運用性には問題があった。このことから共通の設計に基づき、また信頼性や性能を向上させた戦術無線機によって、これらを 統合的に更新することが計画されるようになった。この共通システムアーキテクチャとして開発されたのがシンスガーズである。1983年11月には最初の契約が ITT 社との間に締結され、1991年12月にはジェネラルダイナミクス社が副次的契約を獲得した。1990年12月に第一不評手段に、 配備されたのを皮切りに、全軍への導入が開始され、現在までに、シンスガーズ対応端末が50万機配備されている。シンスガーズにおいては、使用周波数と変調方式は従来通りで、ロー VHF、FM 方式であることから、従来機との更新も可能である。また、従来通りの単一周波数方式に加えて、周波数ホッピングスペクトラム拡散によって、 高端性を向上させることも可能となっているが、この場合は従来機とは更新できない。ホッピング回数は 100rps である。また、シンスガーズ端末は改良型データモデム及びデジタル通信端末と、共に地上部隊の標準的戦術データリンクとして配備が進められている VM i TDL の物理層を構成する。シンスガーズに対応した。 戦術無線機としては、下記のようなものがある。なお現在、アメリカ空軍の戦術通信システムアーキテクチャである、ハブクイックとの相互運用性を確保し、また、ソフトウェア無線化された端末システムとして、統合戦術無線システムが開発されている。ありがとうございます。